見渡す限りの白。天空にそびえ立つ世界樹を中心に広がる雲の海。それが俺たちの暮らす世界、アルストだ。この世界ができる遥かな昔、人は世界樹の上に住む創世の神と共に暮らしていたという。天空に築かれた豊穣の大地、昼を夜に、雨を晴れにすることもできる理想郷。人はそこを楽園と呼んでいた。だけどある日、人は楽園を追われた。理由はわからない。神の怒りに触れたからなのか、それとも別の何かなのか。楽園を追われた人はアルストに移り住んだけれど、長く生きることはできなかった。人が滅亡に瀕した時、哀れに思った神は自らのしもべアルスをアルストに遣わし、人を救った。わずかに生き残った人はアルスへと移り住み、幾万もの昼と夜を共に過ごした。そのアルスが今死に絶えようとしている。よう、七輪の熱が心地よいわい。肩こりに効くの。そろそろ動かそうか。いや、しばらくはそこでいい。オッケー。まただ。最近多いよね。うん、増えたな。人は誰も住んでない。おらんようじゃの。まあおったとしてもとっくに逃げ出しとるよ。そうか。なあじいちゃん、矢崎村もいつかはあんな風になるのかな。今日明日ってことはなかろうが、そりゃいつかはああなるじゃろ。じっちゃんも。それがわしらアルスの定めじゃからな。抗ったところでせんかたない。人が住める場所どんどんなくなってる。じっちゃんたちアルスってさ、あの上で生まれたんだろ。さあな、伝承ではそうなっとるが、わしが生まれたのはこのアルストの世界じゃ。ご先祖がどこで生まれたのかまでは知らん。あるのかな、楽園。アルストを作った神様が住むっていう。世界樹の上に広がる豊穣の大地か。本当にそんなところがあるのなら皆安泰じゃの。争いもせんで済む。あるといいな。そしたら村のみんなもこの世界を見て、神は何を思うんだろうか。
よし、仕事に戻ろう。今日の成果は十分だな。じいちゃん、人を呼ぎ、アバリティア商会に向かってや。今から監禁か？わしゃもう寝る時間なんじゃがの。わざとらしく吹け込むなよ。まだ日は高いって。まったく、アルス使いの荒いやつじゃ。じゃないか。救急はどうだい？悪かったらここに来やしないよ。だろうね。で、荷上げするもんはどれだ？荷上げは商談が成立してからでいいからさ。しばらくいさせといてよ。半日で15ゴールドだぞ。それは物が売れてからの話だね。じゃあよろしく。おい、前金だってのに。また俺がどやされるじゃないか。わしゃ財布は持っとらん。だろうね。すごい、あんなに大きいのにアルス船じゃないぞ。